Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりましたモンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればロブルッチになれる、そんなあなたは録音だということでやっていきましょう。今回はロブルッチについてお話をしていきたいなと思います。皆さん、ロブルッチは好きですか？はい、私は大嫌いです。いやね、本当にね、彼はクソ野郎だなと思ってましたよ。はい、本当にね、彼はね、とんでもねえ野郎だなと思ってましたけど、意外や意外、もしかしたらすってんころりん面白い方向にこの話転がっていくかもしれないなんてね。彼といえば本当にね、正義の人なんだろうけど、もはや悪にしか見えない。絶対的正義ってものをね、もう遂行するためにはもう悪に変わっても別にいいんじゃねえのみたいな、そんなような感覚を持ってるというかね、非情なる正義というものを彼には感じますよね。そんなロブルッチでございますけども、見事にルフィたちが倒してくれました。本当にね、あのロブルッチとの戦いっていうのは素晴らしいなと思います。まさにね、僕の中ではね、上位に入ってくる素晴らしい戦いだなと思います。あれほど本当にね、かっこいいよ、キャラクターはかっこいいんだけども、鬱陶しいロブルッチをしばき倒してくれたら本当にいいなと思ったんだけども、そんなロブルッチさん、その後一体どうなったのか、そしてどうなったのかっていう話が終わってからの、もしかしたらロブルッチさん意外や意外でルフィ君たちの方につくんじゃねえかみたいなね、今若干ジンベエになっちゃったけどね、ルフィ君たちにつくんじゃねえかなんて私は思ってるんですよね。結構な確率で来るんじゃないかなと思います。っていうのもね、実は、はい、こちらドアーズでございますね。もうドアーズでね、これ発見しちゃったんだけど、マジでね、ロブルッチが本当ルフィたちにねつく可能性大だなってね、このドアーズすげえ思ったんだよね。みんなドアーズ、これぜひともね、これ手に取ってほしいなと思うんですけども、いろんな大事な情報書いてありますからね。その後のいろんなキャラクターの話が描かれている。今回はこの CP9 が麦わらの一味にやられてからの話を、まず順を追って話をしていきたいなと思います。あの戦いが終わってルフィたちにしばかれてから、なんとかブルーノの能力でロブルッチを助けて別の場所へ移動しました。そしてみんなで一緒にね、こう話をしているところに、まさかの世界政府からの追っ手が来たんだよね。もろもろの失態を全部 CP9 のせいにされているんですよ。バスターコールの流れとかもろもろ全部、全てが CP9 のせいにされました。見事ですね。完全にスパンダムのね、考えなんだけども、結果として彼らは逃げる羽目になると。彼らは逃げていって、そしてある町に到着しましたね。医療費もなく、春の女王の町セントポプラへね、到着しました。彼らはね、お金がないんですよ。だけどロブルチもみんなボロボロになっていると、なんとか医療費を稼がないといけないということで、みんな各々にね、なんか面白いような大道芸をやったりとかね、一番面白いのはカリファだよね。カリファは自分の能力を使って街を一気にね、清掃していったと。そして彼らはなんとか医療費をゲットしてロブルッチを治療しました。なんとかロブルッチは復活をしましたね。ありがとうございますとそのお医者さんに伝えて、そして彼らはみんなでなぜかボーリングに行くというね、もうこれだけでめちゃくちゃ面白いんですよ。みんなでボーリングに行く、そしてカリファがボールを投げるの勢いが強すぎて爆発するんだよね、その先が。まあストライクだろうね。強制的なストライクなんだけども、まあそうやってみんなが楽しんでる時に街に騒ぎがね、起き始めますと。なんとセントポプラの港にキャンディー海賊団が現るとね、まさかの海賊がやってきましたよ。これは困ったなと。さあどうするのかと CP9 しっかりとそいつらをフルボッコにします。見事にぶっ倒します。ここでなんかやっと正義の味方感が出てきましたよね。麦わらたちと戦う時はなんかもはや悪だなと思えるぐらいのね、非情さを感じましたが、ここでこういう風に倒してくれたと、これに関してはすごくいいななんて思ったんだけども、もうこの街にはいられない、世界政府にも知られるし、ここは出るしかないなということで、その海賊船を奪ってそのまま別の島へ行きました。その別の島っていうのが自分たちの
ふるさとなんだよね。面白くない？自分たちのふるさとに到着。次世代のサイファーポールたちがね、ここで修行をしてるということで、彼らがね、修行をつけてやろうっていう風になるのかな。まあそんなようなことを考えていたら、まさかの追って上陸でございます。懐かしいような海軍の兄さんもいますね。いろんな海軍の方々が攻めてきて、そして彼らを倒そうとするわけでございますが、これめちゃくちゃかっこいい描写でございますね。みんな獣のような姿をしてるんですよ。騒ぎは故郷へ持ち込ませないっていうね、こんなタイトルでございますけども、マジでかっこいいです。そして海軍の方々を見事にフルボッコにするわけでございますよ。そしてところ変わってね、スパンダも集中治療中でございますが、でんでん虫がやってくると。一体何なんだと、でんでん虫出てみたら、こちら元部下ロブルッチでございますと。まさかのね、もうすべて分かってるんですよね。スパンダムがそういう風にこの CP9 抹殺を企んでいるってのは分かってるんですよ。そして電話をすると、いずれ必ず戻りますっていう風に伝えてるんだよね。かっこよくない？いずれ必ず戻りますだよ。こんなかっこいい宣戦布告はないよね。そしてまあ CP9 の抹殺をね、親子ともどもスパンダムと一緒にね、この親も倒そうとするんだけども、見事に彼らは帰ってきました。そして CP9 ではなくて CP0 としてね、さらなる役職をゲットして戻ってきました。現在では彼らは CP0 になって戻ってきたわけでございますけども、完全に天竜人についてるわけでございますよね。天竜人の言うことは絶対でございますから、本当にね、言うのであればまさに政府の犬っていうような状態になっておりますが、ただポイントとして、彼らは一度政府に裏切られてるわけでございますよ。頑張って CP9 に仕事をしてきたのに、一度のヘマで命を狙われる。だけど現在では CP0 に戻ってきているんだよね。それについてここにも書いてあるんだけども、ポイントとなるのが先日のマリージョアで行われたあの大事件でございますよ。まさかのチャルロス星がしばかれるというね。僕的にはチャルロス星はサボにしばかれるのかななんて思ったんですけども、まさかの同じ天竜人にしばかれましたね。ミョスガルド星にぶっ飛ばされたんだけども、それをこう見下ろしているような感じでロブルチ見てるんだよね、てんてんてんみたいな。そしてこのドアーズにこの煽りが書いてあるんだけど、その眼差しが示す意図はっていう風に書いてあるんですよ。ここにも文面で書いておりますが、かつては一度自分たちを切り捨てた世界政府の下で神の奴隷たることを彼らは授与するのだろうか。失神するチャルロス星、神を見下ろすロブルッチの眼差しはどこまでも冷酷な獣のそれであるっていう風に書いてあるんだよね。これすごいよね。マジでこれね、ロブルッチが世界政府に対して牙を向けるっていうような話に僕は見えるんだよね。このドアーズには単純にそれぞれのキャラクターがどうなったのか、その後を描いてるだけでなく、そういったヒントも描かれているんですよ。これぜひともみんな見てほしいんですけど、多分ね、ロブルッチは世界政府を裏切るんじゃないかなと思います。そしてルフィたち側につくんじゃないかなと思います。僕の予想ではね、今まで出してた考察としては、きっとロブルッチはまあ王たちを殺そうとするんじゃないかっていうことを出していたんだけども、もしかしたらこれすってんコロリンするかもしれないね。王を殺せっていう風に言われて、反逆の意思をねそこで示すのかもしれないよね。もしかしたら奴隷解放に力を貸すのかもしれない。そうなったらめちゃくちゃ面白いよね。革命軍と CP0 が一緒になるみたいな、いやーそんな展開があったらめちゃくちゃ楽しいよね。そしてね、実はこの話これだけでは終わりません。さらにね、これ確定づけるような話がありまして、先日ねコメントでいただいた内容なんですけどもね、これはケンさんでいこう。はい、ケンさんからいただいたコメントでございますけども、ビブルカードの表紙に映ってるメンツ意味深すぎませんか？最後の戦争を共に戦うメンツじゃないですか？シャンクスもエネルもルッチもいますし、ということで、はい、こちら先日発売されたね、こちらのビブルカードでございます。これはね、いろんなキャラクターの身長だったりとか、好きな食べ物とか、いろんなものが見れるね、すっげえ面白い本なんだけども、この絵
を見てみると分かりますよね。いろんなキャラクターがいるよね。エネルだったりとかね、ジンベエだったりとか、もはや上半身ろくに見えないけどカタクリだったりとかね、そしてスモーカーもいます。そしてこちらでございます、ロブルッチもいますよね。確かにこのコメントをいただいた後にこうやって見てみるとみんなルフィ側につくようなキャラクターばっかだよね。それこそ敵のボス役であったこのエネルね、空島から来てるよね。そして七部海であったジンベエがいます。こちらももともとね、キャベンディッシュルフィを狙ってましたよね。現在では麦わら傘下になってます。はい、ルーキー同世代だよね。ルーキーのローもこっち側についてるよね。ペローナに関してもモリアたちについていたんだけども、現在ではミホークの元に、そしてゾロを助けているよね。まあ実質これはもうルフィたち側についてるよね。そしてネコマムシの旦那ね、ミング族からこっち側についております。海軍からはスモーカー、そして世界政府からは、はい、ロブルッチでございます。こうなったらめちゃくちゃ面白いんじゃないかななんて思うんだよね。確かにこのコメントはねすげえなと思いましたよ。もうすげえポイントとなってるなと思うんだよね。ロブルッチがこっち側につくって確かにと思ったんだよね。果たして今後の展開どうなるのか、少なくともビブルカードでこういう風にロブルッチの目線について書かれているんですよ。そして文字でもうこういう風に書かれてるんだよね。一度自分たちを裏切った世界政府のもとにただ単につくのかどうか、もう文字で書かれてるってことはもう僕らに対してこれはもう言ってるんだよ。そんなわけないじゃないですか、マジ因果ざらしっすよ。こういう風に公式が言ってるんですよ。これ完全にパンドラの方が顎パッカーンみたいになってんじゃないの。箱パッカーンだよ、わかる。そんな状態なんですよ。ロブルッチがこっち側につく。一気に私ロブルッチを好きになってきました。やはりもともとかっこいいですからね。かっこいいんだけど性格がクソ野郎だなと私は思っていたんですよ。だけどこれが味方に変わる、そう考えるとめちゃくちゃ点上げな展開なんじゃないかななんて私は思います。まさにこの説、信じるか信じないかはウルージ次第でございます。まあ楽しみでしょうがないですね。さあどうなるのか、ロブルチこっち側につくのか楽しみだね。さあ今後の展開ね、またね進展あり次第報告をしていきますが、やはり小田先生、私たちの考えるね流れをいい方向で思いっきり裏切ってくれますね。もう最高でございますよ。こんな嬉しい裏切られ方ってありますかね。ヨスガルドがまさかのね同じ天竜人であるあのバカタレをしばきますかね。誰が考えましたかね、ノスガルドがまた出てくるっていう流れ、1ミリも考えてなかったですよ。もうねあっぱれとしか言いようがない。いろんな考察を考えてましたけども、あーららーみたいな、こうなりますかみたいなね。エースの逆走、私はきっと逆走したと思いましたよ。一気にねシャンクスと会ったりとか、白ひげと会ったりとか、あんな強いメラメラの実を食ったりとかね、これ絶対逆走してるなと思ったんですよ。ところがどっこいノベルエースを見てみたら、あー普通に進んでるよね。これ言ってそのノベルエースを見たらね、もしかしたら違う内容書いてあるかもしれないけど、多分逆走したんじゃないかなと思うんですよね。してないんだよね。そういったねいい方向で、めちゃくちゃ面白い方向でね予想を裏切ってくれるんで、僕はねワンピース大好きでございます。はい、ということで今日はこの辺で締めていきましょう。改めてぜひとも皆さん、グッドボタンとチャンネル登録ボタン、そして通知ボタンをお忘れなく。この動画も目指せ1000いいねでいきましょう。あとぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。がっつりツイッターの方でも絡みましょう。ぜひね僕にリプをね一言だけね送ってくれたら、その時に僕もフォロー返しますから、がっつり絡みましょう。 OK、 それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!